はい、どうもショップです。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。昨日のライブ配信でどういう動画見たいですかっていうふうに質問を投げかけた時にですね、そのスマホの中身を見たいですっていうふうにリクエストがありましたので、今回はそれについての動画をシェアしていこうと思います。好きなことだったりやりたいことにこうフォーカスするっていう環境がすごくいいんじゃないかなというふうに思ってるわけなんですけども、ただそれをやるってなった時にこうスマートフォンでついつい動画を見ちゃってとかですね、なんかそういうふうにこうスマホで邪魔が入っちゃうともったいないかなというふうに思いますので、なのでスマホを身軽にするっていうこともすごい大事だと思うので、僕のこのスマホの中身っていうのをちょっと紹介していきたいなというふうに思います。興味がある人だけ見てくれたら嬉しいです。はい、じゃあ行きましょう。これが僕が今使っている iPhone7 ですね。はい、になるんですけども、早速中身を見ていきましょう。はい、こんな感じになってます。今入れているアプリですね、これはこの一覧に表示されている通りです。こんな感じですね。一個一個説明しているとちょっと時間かかりそうなので、こうやって一覧でずっとお見せしています。はい、こんな感じですね。だいたい30個ぐらいかなというふうに思います。もうちょっとありますかね。フォルダ分けしていないものはもうほぼ毎日のように使っているものになります。例えばこの YouTube のその管理だったりですね、あとは Kindle ですとか、こんな感じで読んでます。 Google カレンダーだったり Google マップっていうところはもうほんと毎日のようにチェックをしています。で、普段使わないやつをなぜ置いてるのかっていうことなんですけど、例えばこのフォンガーディアンって言って、これはネット回線を保護してくれているものなんですけども、こんな感じで一度立ち上げてそのネット回線を保護すればもう OK っていうアプリがあるんですけど、これはもう普段開けないのでもうここに入れてます。で、あと例えばカットカルテっていうものがあって、こういう髪型にしてほしいですっていうふうにお願いする時のアプリがあるんですけど、こういうのも3週間に1回ペースでアプリを開く程度なので、こういうのは使わないフォルダーに入れてあります。あとこのラストパスなんかもですね、これインストールしてしまえばあとは自動的にパスワード入力してくれるやつなので、こういうのはほとんどアプリを立ち上げることはないんです。なのでそういうのは普段使わないフォルダーに入れてあります。一つのジャンルにアプリがいっぱいあるなと思ったらそれは全部フォルダーに入れてるっていう感じですね。例えばこのファイナンスですとか、そんなないですけど、一応まとめておいた方が楽だなっていうもので入れてます。あとはコミュニケーション、SNS だったりそのツールっていうのも、9個しかないですけどもフォルダーに分けておいた方が便利かなと思ってこうやって入れてます。なんかちょっといいレストラン行こうかなって思った時に、一級レストランっていうサイトで僕調べたりするんですけども、その時にアプリあるんですよ。アプリがあって、そのアプリで検索することもできます。なんですけど僕の場合はネットで、調べるっていう、わざわざアプリに落とさないっていうことをやってます。別にゲームが嫌いってわけではないんですけども、ただゲームは入れてないですね。つい最近のもうなんとか GO っていうのがちょっと流行ってますけども、それもやっぱやらないですね。今はやらないっていうだけなので、今やってることが落ち着いたりとかしたらまたゲームをやる可能性もあります。あとですね、僕その、音声教材みたいなのも聞いてるので、それのこうリスニングプレイヤーなんかも毎日入ってますと。はい、あとはリラックスタイムのための音楽を聴いたりですね、大体やることって5個ぐらいに絞られてるのかなっていうふうに思ってます。ただですね、僕はその逆にスマホ依存症になっちゃったっていう時もありました。どういうことかっていうとですね、物をこうやってわーっと減らしたわけなんですけども、その時はこうとにかく仕事に集中したかったので、趣味だったり遊ぶ時間も断捨離をしたんです。僕が物を手放していた時っていうのは、例えば体重計、体重計はちょっとこのアプリではないですけど、例えば目覚まし時計の機能はこのスマホで十分代用できますから、その物理的な目覚まし時計っていうのは手放すことができましたし、あとは地図を調べる時なんかも Google マップとかのがあるわけなんで、本のその地図っていうのは手放すことができますし、このスマホで YouTube だったり Netflix っていうのが見れるわけなので、いつでも情報ってゲットできるわけなので、テレビっていうものも断捨離できますし、そんな感じでどん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 物を手放していく代わりにこのスマホのアプリが増えていくっていう、そういう状況だったと思います。起業した最初の頃っていうのは仕事でやることがいっぱいあって、それがもう毎日毎日変化をしていたわけなので、もう毎日刺激たっぷりっていう感じだったんです。なんですけど仕事が波に乗ってきて、ある程度こう安定してきたらこう刺激がなくなってきたんですね。で、そうするとどうなるかっていうと、やっぱ刺激が欲しいなと思うようになりまして、で、部屋をパッと見渡しても何もないわけですね。でもここはいっぱいあると、その情報だったり動画だったりいろいろあると、その時は
スマホアプリにそのゲームとかも入ってたと思いますし、動画だったりっていうのもすごくたくさん見てましたし、ここに刺激を求めてたっていう時期がありました。その時はもう肌身離さず持ってましたし、これがないと不安でしたし、ずっとやっぱ見てました。ただその時っていうのは目標っていうのがなかったので、あ、これはまずいと思って、じゃあ次は何をしたいのかっていうこう目標を立てて、目標ができたらよし、じゃあ今日は何をしようっていう日々の習慣まで落とし込めて、スマホをいじってる場合じゃないよっていう感じになれたので、このスマホとは距離を置くことができたっていう感じです。かっこつけるつもりはないんですけども、とりあえずこの動画を見ている人の中で、そのスマホをスッキリさせたいって思ってる人はぜひスッキリさせてもらいたいですし、目標を手放すだけ手放して目標がない状態、本当に何がやりたいのかわからない状態の人っていうのは、スマホに刺激を求めるようになって、逆にこうどんどんスマホ依存症になっていっちゃうっていう危険性もありますので、そこはちょっと気をつけていただきたいなというふうに思います。はい、そんな感じで今回はスマホの中身を紹介しつつも、僕がスマホ依存症になっちゃった時、あとその解決策とかですね、まあそういったもろもろの体験談をついでにシェアさせていただきましたけど、いかがだったでしょうか。まあちょっとでもこう参考になってくれて嬉しいと思います。はい、ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。まあ今こうやってスマホを持ってますけども、スマホよりもこう紙媒体だったり人から直接話を聞いたりっていうこともすごい大事だと思うので、アナログのことっていうのもすごい大切にしていきたいなというふうに思ってます。でその皆さんのスマホの中身だったりスマホの付き合い方っていうのもちょっとコメント欄で教えてくれたらすごく嬉しいです。はい、